あ、はい、どうもプロタンです。改めて お騒がせして皆さん申し訳ございませんでした。まあ、光くんとね動画撮らせてもらって、まあ、本当に光くんと動画撮る予定とかなくて、まあ、その連絡先もしてなかったんで、まあ、それつなげてくれたのちょっと、まあ、レイナさんでね、まあ、いろいろ、まあ、関係が離れてるのにちょっとやっていただいてありがとうございましたっていうので、お礼も兼ねてちょっと喋りたいっていうので、で今日まだ来まして、光くんの泊まった次の日になりますね。まあ、そんな長居はしてないですけど、本当に心から感謝っていうか、まあ、ありがとうございましたっていうので終わりたいと思います。じゃあちょっと行きます。でまたちょっと変な感じだけど、ハロー。あ、お疲れ様です。おはようございます。おはよう。おはようございます。どうぞ。あ、もういきなり映していいですか。いいよ。はい、ということでレイナさんと、息子です。はい、まさかの前ねな、こしょこしょ話したやつで、うん、でまさかの赤ちゃんいたっていうのにびっくりして、まあ、僕はもうその後ちょっと挨拶させてもらったんですけど、立派なお母さんで、ありがとうございます。どうぞ。え、今日は何？いやちょっとお礼というか、あ、プロ来たよ。あ、旦那さんも、うん、あ、マジか。え、あ、ちょっと待って待って待って、え、ちょっと待ってください。あ、すいません、おはようございます。お騒がせして、すいません。おはようございます。すいません、すいません、皆さんで427人に、すごいね。ちょ、勘弁してください。温かくね、迎え入れようっていう、はいはい、いや、すいません、寛大な心で、もう全然いや、すいません、ありがとうございます。はい、辛くなったら何泊で、ヒカル君みたいになっちゃうんで、はい、それは本当にカオスみたいになっちゃうんで、はい、いや、すみません、ありがとうございます。はい、ディズニー行くらしい。あ、そうなんですか。お気をつけて。メンズ4人でディズニーだし。お気をつけて。はい、すみません、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、すごい。ちょっと待って。めっちゃ久々だよ。いや、確かに、お久しぶりですね。はい、いや、まだこんな形で会うとは。いやいや、カオスだろ、この家族。いや、泣いてる、泣いてる。あの人今炎上中の人。いや、本当よかったね、俺の子供じゃなくてね。いや、マジでよかったね。すごい笑ってんだけど、めちゃくちゃ笑ってるんですけど。めちゃくちゃ可愛いな。可愛いでしょ。めちゃくちゃ見てくれてる。こんなやつになりたくねえっていう眼差しだわ。言ってるもん、なんか。10年後この子が育ってなんていうかちょっと楽しみだね。この動画見て。おい、ほらブルマバカ野郎。改めてちょっとありがとうございましたね。離れてるのに行動していただいて、ありがとうございます。え、ちょっとごめんなさい、はい、さ、母さんに預けていい？ああ、もちろん。嫁の、まあ、元嫁の立場から、はい、すると、どうにかしてやってほしいみたいな感じで、はい、これからはね、また頑張ってほしいなと、めちゃめちゃ思ってます。はい、いや、でも、一つ言いたいのは、はい、ほんまにプロが悪いと思う、この件って。はい、いや、もちろん。はい、うん、だから、なんかもう、なんか今情報上がってきたりとか、こう、なんていうか、こうやってこうやってこうやってみたいな情報を出して、なんかこうですみたいなとか言ってみたいな、はい、なってると思うんだけど、根本がプロが悪いから、もうみんななんか、いや、あっちの女性の方がなんか悪いだろうみたいなとかもなんかやめてあげてほしいというか、はい、それが一番の、そう、もうそれがこの、多分この話がみんなが前を向ける一番のことだと思うので、なんかそれだけは私から、私の立場からでちょっと変なんですけど、それだけはね、お願いしたいっていう、はいはい、ただ前は向ける、絶対に。今日なんだっけ？今日はちょっと、まあそのちょっと、はい、え、何？ちょっと、まあ、ちょっと開けてみてください。嬉しい。あ、もともとだってさ、あれか、なんかもう動画撮る予定だったもんね、この動画、はい、ほんとこの炎上とかなくて動画撮る予定だったんですよ、はい、そもそもが。なんだろう、え、何？え、かわいい、はい、かわいい、ちょっと待って、めっちゃ可愛いじゃん。はい、まあそういうことです。え、
やば、これって男の子よ。いや、ちょっと女の子なんだけど、そうそう、可愛かったから。でも店員さんに聞いたら、男の子でも女の子でもいけるって言ったから。ありがとう。その可愛い顔してるからね、うん、ありがとう、はい、嬉しい。結構いいやつね、めっちゃいいやつ、はい、しっかりして、すごい、ありがとうございます、はい、ちょっと今年の冬着させますね、はい、嬉しい、めっちゃ可愛いね。はい、もうなんか似合うかなと思って、うん、めっちゃ親戚のおじさんみたい。いや、間違いない。で、私からも一つプレゼントを買ってきたんですよ、はい、え、はい、え、これどうぞ。え、これもしかしてリビング、これ家具系のやつじゃないの。え、なんだこれ。あ、これもしか、あ、はい、また、あの、またこれ、ちょっと待って分かっちゃったかもしれないですけど、ちょっと待って、でかすぎないですか、ちょっとこれ。まあ、いっぱいご飯食べてね、はい、やっぱ視聴者のみんなはきっと食べてるプロが好きで、やっぱ面白いプロが大好きだったから、それにまた戻ってもらいたいなって。いや、ありがとうございます。まあ、今後まあちょっと楽しい動画、うん、ちょっとでも、うん、出していければなって感じです、うん、で、まあ、まあ新たな自分を、うん、第2の YouTube 人生だよ。いや、本当に第2の YouTube 人生になりまして、逆に強いけどね、ここまでいくと。まあまあ、失うもんはないですよね、うん、本当に。で、なんでそんなモテるんだろう。いや、モテる…どう…ね、鼻毛出てるよ。あ、ごめん。すまん。鏡見ずに来たんだけど。まあ、でもいつどうなっても私は、はい、プロの味方ですよ。あれ、はい、もうそれしか言うことはないかも、はい、もはや何、うん、かできることあればなっていうので、ちょっとここで何かできることは見ないです、はい、あ、そうですね、何、うん、かできること、はい、そんなん言われたらちょっと使おうかな。あ、全然、はい、何でも。いやいやいや、お願いします。え、何かあるかな、何かイベントとか出たことある。イベントは、そんな大きいイベントは出たことない。2月23日になんかそのクリスマスイベントするの、はい、私その自分のチェリーライブっていうライブをするんだけど、そう、それのリアルイベントするんだけど、ゲストでって言うじゃん。刺される、刺されるって、刺されるかな、はい、ちょっとダメ、男女問わず恨み買ってるんで。嘘、そっか。え、応援してる人はいないのかな。あ、イベントに出る、うん、え、出てないですよ。いや、もう入り口でみんなと握手する。そのくらい全然、はい、やってくれんの。え、本当やってくれんの、出てくれんの、はいはい、マジで全然。え、ありがとうございます。え、じゃあ12月23日の3時からのイベントに、はい、ゲストとして出演してもらって、はい、え、ほんまに入り口で握手してもらえるの。はい、全然、ありがとうございます。いやいや、そんなそんなことでよければ。え、ちなみにそのイベント、なんか世界一エロいクリスマス会っていうイベントなんだけど、大丈夫かな、はい、また発動しちゃうかもしれない。いやいやいや、本当にソウルメイトで、ソウルメイトだね。はい、でも頑張れよ。はい、ありがとう、応援してるから。なんだこの動画。あ、でもそっか、子供生まれました。はい、おめでとうございます。そうだ、この動画だったもんね。はい、子供生まれてちょっと、はい、で、はい、ね、どんなもんかって聞こうかなと思ったんです。子供生まれました。いや、おめでとうございます。3ヶ月前にちょうど出産して、生まれる前日まで仕事と筋トレやってて、あんまお腹出なくて、多分みんなあんまり分かんないと思うけど、うん、まあ出てたっちゃ出てたけど、いや、めちゃめちゃ可愛らしい子で、可愛いね、うん、まあ守るものももっとできて、今まで以上に仕事を頑張りたいなと思います。いや、たくましすぎる。たくま、いや、本当に今回の企画で多分レイナさんにとんでもないたくましい女ってなった。たくましい女。もっと言い方ないの。たくましいってなんか、ってことで、まあちょっと、うん、まあレイナさん、本当はこういう動画じゃなかったんですけど、まあ、子供と和気あいあいしようかなと思ったんですけど、ちょっとそういう状況じゃなかったんで、まあもともとこの撮影は決まってたんで、はい、ってことで改めておめでとうございます。ありがとうございます、はい、ちょっと最後だ抱かせてもらったりとかいいですか。いいよ、ちょっと待ってて。でもなんか変なの映るかも。変なの映んない、映んない。もうママって分かってるの。ママって分かると思うよ、多分。やだって。いか、まあいっか、はい、まあこんな感じで、どうですか。まあいいよね。いいよ、最高だよ。お前は、お前いつまでも面白い。ごめんなさい、本当に。
ってことでありがとうございました。はい、ありがとうございました。あげていいんですか。パパじゃない。パパじゃない。それ結構まずい。はい、パパはまずい。それはやばい。はい、エコーあげていいんですか。うん、抱っこしたら。あ、抱っこして。あ、じゃあね。抱っこして。何さ。あ、なんだ。いけるいける。え、何も押さなくていいの。もっとギュッとしようか。もうギュッとこうやってね。あ、よかった。あ、チパチパしてる。あ、チパチパしてる。なんかいいじゃん、かわいい。なんかこう浄化されてってるよ。確かにちょっと慣れてきた感もあるね、うん、いい感じ。目線が、目線がさ、目線を全く合わせてくれないっていう。こっち見てくれませんか。